リングショー、この番組ではですね、世の中を変えるアイデアを言ってもらって、これはダメだなっていうと、その時点でこのリングが鳴ることになっております。はい、今日の、提案者はアイデア太郎さんです。アイデア太郎さん、どんなアイデアですか？はい、茂木さん、ありがとうございます。先日ですね、大阪都構想が否決されまして、これはもともと大阪府と大阪市が意見が合わない時、たまたまね、今はね、松井さんと吉村さんですから意見が合ってますけど、意見が合わない時に、これだと困るって言うんで合併させようって話ですね。だから僕はね、今日はね、とってもいいアイデアを持ってきました。このね、町、この県こそ実は、この都構想みたいなものが必要だという、それを、ね、素晴らしいアイデアを持ってきたんです。王子を喋ってみてください。どういうことですか？いや、今ね、一番意見が合わないところといったらあそこですよ。あそこを合併しちゃいましょうってことですよ。まあ、具体的に言うとですね、これを愛知都、あるいは名古屋都にした方がいいと思うんですね。ここのですね、大村知事とですね、河村市長、全く意見が合わないです。それどころかですね、河村市長はですね、大村知事のリコールまでしようとしてて、これ意見が全然合わないんですよ。だから今愛知県と名古屋市はなんか一緒にやろうと思ってもできないわけですよ。だからこれはもうこの2人はね、リコール成立するかどうか分かんないですけども、もう合わないんだから、これ一緒にしちゃって、でどっちかなくなっちゃったらね、名古屋市か愛知県かね。だからこれ愛知と、だから僕はこの住民投票2回やることを提案してるんですよ。1回目の住民投票は、この都構想をね、賛成かどうかで、2回目の住民投票はこれを、名前をですね、愛知都にするか名古屋都にするかと、そういうことをですね、私は、はい、終わりですちょ、なんでいいアイデアじゃないですか。全然ダメなアイデアです。終わりです。そのアイデアにリコールなんでやねん